ブルートゥース、ブルートゥース、ブルートゥース、ブルートゥースはデジタル機器用の近距離無線通信規格の一つである。ブルートゥースベーシックレート、エンハンスドデータレートとブルートゥースロエネルギーから構成される。数メートルから数十メートル程度の距離の情報機器間で電波を使い簡易な情報のやり取りを行うのに使用される。当初、エリクソン、インテル、 IBM、ノキア、東芝の5社、プロモーター企業によって策定された。その後マイクロソフト、モトローラ、サンコム、ルーセントテクノロジーの4社が、プロモーター企業として加わった。現在はサンコム、ルーセントテクノロジーの2社が脱退し、アップル、およびが加わり、9社が、プロモーター企業となっている。IEE、e、での企画名は、IEEE802.15-1 である。 2.4GHz 帯を使用して、PC、主にノートパソコン等のマウス、キーボードをはじめ、携帯電話、PHS、スマートフォン、タブレットでの文字情報や音声情報といった、比較的低速度のデジタル情報の線通信を行う用途に採用されている。Bluetooth b ED r EDR は2 4ヘルツ帯を79の周波数チャンネルに分け、 LE は40、利用する、周波数をランダムに変える、周波数ホッピングを行いながら、半径10から100メートル程度の Bluetooth、搭載機器と最大 3Mbps、HS は 24Mbps で無線通信を行う。当初は、赤外線短距離通信である IRDA の完全置換へという誤った認識で普及が試みられたが、使いにくさが強調され、 普及の妨げとなった。しかし現在では、赤外線通信と比較して指向性の少ない、簡易なデジタル無線通信としての利便性が認識され、多様な分野で普及が進んでいる。Bluetooth BR, EDR は、無線接続の状態を意識せずに常時接続した、ままでの使用状況に適している。反対にイルダは、意図して接続するのに適している。 これらは互いを保管している。LE は短時間のバースト通信に最適化している。Bluetooth BR, EDR, LE と 2.4GHz 帯の無線 LAN、Wi-Fi は ISM バンドで周波数帯を共用する。そのため相互干渉、渾身が起こり、Bluetooth 使用時に無線 LAN の速度が著しく低下するという問いが起こることもある。 セキュリティに関しては BR, EDR は6 4ビットもしくは1 2 8ビットを少し変更したアルゴリズムをキーの配送に使用しで暗号化できる。LE のポイントツーポイントとメッシュは i 百1 2 8ビットが利用可能。上位のアプリケーションレイヤーで独自の暗号化を施すことも可能。名称はスウェーデンのエリックソン社の技術者が付けたものである。 初めて、ノルウェーとデンマークを交渉により無欠統合し、文化の橋渡しをしたデンマーク王、ハーラルブロタンゴームソン、が、アオハオと呼ばれたことに由来している。ブレイトンドを英語に畜語訳したものがブルートゥースである。乱立する無線通信規格を統合したいという願いが、込められている。ブルートゥースのロゴは、北欧の名がエがルーン文字、イェリングフンボ軍の石碑に見られるで、 ハーラルブロタンの頭文字の H と B を組み合わせたものに由来する。Bluetooth 規格には以下のバージョンがある。普及バージョンである1.1以降においては3.0、3.0HS、4.0の3グループで通信方式が異なるため各グループ内でのみ互換性を持っている。ただし複数の通信方式を同時に実装することが可能であり、 論理層の基本的な仕様は大きく変わらないため、統一のユーザーインターフェースで、ラップさ一般利用者が非互換性を意識する必要が、ないよう配慮された実装となっている場合が多い。Bluetooth はその特性上、様々なデバイスでの通信に使用されるため、機器の種類ごとに策定されたプロトコルがあり、それらの使用方法をプロファイルと呼び標準化している。 通信しようとする機器同士が同じプロファイルを持っている場合に限り、そのプロファイルの機能を利用した通信を行える。代表的なものに以下のプロファイルがあり、Bluetooth 代号機種であっても利用する機器の双方が適切なプロファイルに対応している必要がある。これらプロファイルのうち、ZUN、FTP、HID、UP、HSP、HFP、A2DP、 AVRCP などの使用頻度が高い。GAP やスタップのような階層のものは実装されていても意識されないことが多い。また、プロファイルによっては実装されていても、ほとんど使われていないものもある。同じプロファイルでも、クライアント側とサーバー側の違いがあり、逆方向にも使えるとは限らない。ズンの場合を例にとると、本体になる側。 pc, pda などからモデムになる側、携帯電話 ,ph などに対して、Bluetooth 接続を要求する。つまり前者は、クライアント、後者はサーバであり、通常は、片方の役割しか実装されていないため、役割を入れ替えて、逆方向に使うことはできない。例えば、z GW を実装し、Bluetooth モデムになれるスマートフォンがあったとして、これを本体として、 ズン GW を実装した他の携帯電話をモデムとしてダイヤルアップすることは通常できない。プロファイルは各機器が Bluetooth を使って何ができるかを示したもので機器同士の接続性が一目でわかるようになるものと期待された。しかし現実には Bluetooth 応用分野の拡大に伴って急激にプロファイルが増加したこともあり以下のような問題が目立つ。 Bluetooth には電波強度を規定したクラスという概念がある。各機器はいずれかのクラスに分類される。電波強度の差だけであり、両方が同じクラスである必要はない。Bluetooth 機器を最初に使用する際には接続相手を特定するため、ペアリング、ボンディング、組み合わせと呼ばれる操作が必要になる。ここではその一般的な手順を示す。Bluetooth は 汎用インターフェースであり、様々な機器に採用されている。以下に、その一例を挙げる。携帯電話や PHS の高機能化に伴い、携帯電話類同士や、携帯電話類と Bluetooth に対応したモバイル機器との間での、情報の受け渡しに使われるようになっている。一部の携帯電話や PHS 端末は、対応の PC や PDA と Bluetooth で接続することで、 無線モデムにできる。ワイヤレスヘッドセットでは、中級品以下まで Bluetooth の採用が進んでいる。2008年現在日本市場では、3キャリアがほぼ標準機能として採用している。ソフトバンクモバイル向けでは、3G 機種のほとんどが、Bluetooth 対応のためか、普及率が高い。KDDI、沖縄セルラー電話、核。 au ブランドは2007年冬モデル以降の一部の KCP 採用機種に NTT ドコモは2008年秋冬の新コンセプトモデル以降に積極的に採用している。Bluetooth の活用について携帯電話キャリア側からの目につく提案はミュージックプレイヤーとしての音楽携帯とワイヤレスヘッドホンを結ぶ機能であるという形がほとんどで ファイル転送や社内ハンズフリー通話などについて、カタログで大きく取り扱われるようにはなっていない。スマートフォンでは、iPhone や AndroidOS を搭載しているタイプでは、標準機能として採用されている。また文字入力の補助のために、スマートフォンと一緒に持ち歩ける小型サイズの、Bluetooth 接続キーボードが出回っている。また最近では Bluetooth を利用したテザリングができる機種が出てきている。 日本では2004年の道路交通法改正により自動車の運転中に携帯電話 PHS を手に持って通話した場合の罰則が強化されたため手に持たずに通話できるハンズフリー機能が注目されるようになったハンズフリーマイクロフォン機能としてはヘッドセットやイヤホンマイクをイヤホンジャックに接続する安価なものが一般的であるが事前に頭耳に ヘッドセット等を装備して、それと携帯電話等の間をコードで繋いだままでいなければならないなど煩雑である。ため、無線により自動的にハンズフリー車載機、スピーカーマイクは車内に装備と接続してハンズフリー通りができる、Bluetooth ハンズフリー機器の開発や製品の輸入ライセンス販売が活発化した。東京都をはじめとする一部の都道府県では、 道路交通法第71条を根拠に、公安委員会が定めた、遵守事項として、イヤホンを付け運転することを、多くは、条件付きであるが禁じており、片耳だけのヘッドセットでも取り締まりの対象となる、可能性がある。サンバイザーに挟み込むような形状で使用する、スピーカーフォンも登場している。パソコン PDA などの他のコンピュータから、 通機能を持つ携帯電話を無線モデムとして利用し、インターネットに接続することができる。日本では携帯電話会社がインターネットプロバイダ契約を提供しており、別途独立した ISP と契約しなくても良いことが多い。WCDMA 網を用いたパケット通信、GSM 網を用いた GPRS 接続などが抽象化されて提供される。 パソコン PDA 側では、通常のモデムの場合と違い、特別な初期化コマンドが必要となることもある。例えば、ソフトバンクモバイルの場合では、く o どコントイコール 1IP ソフトバンクというものである。これらの設定を行うダイヤルアップ接続のセットアッププログラムが、携帯電話会社から供給されていることもある。自動車メーカー各社も、 自動車向け Bluetooth ハンズフリー通話装置の開発を行った。すでにカーナビゲーションシステムが自動車の情報端末として確立していたため、Bluetooth はこれらカーナビに組み込まれることが多くなり、Bluetooth 対応純正カーナビが登場した。このうち、KDDI の第2位の株主でもある、トヨタ自動車が最も積極的で、現在では主にトヨタの G ブック。 日産のカーウィングス、ホンダのインターナビの3つの陣営に分かれている。2007年現在、カロッツエリアやパナソニックなど、サードパーティー製カーナビにも、Bluetooth 接続機能が、オプションで、用意されつつある。Bluetooth 対応カーナビは、Bluetooth 対応携帯電話と HFP、HSP で接続し、Bluetooth の設定などの操作は、カーナビ画面、着信。 発信時の操作は、カーナビ画面、専用ボタン、自動着信、音声認識信など、マイクは、運転席の周辺、スピーカーは、車のカーステレオンのものを流用している。カーナビと携帯電話の連携は、単に携帯電話を発話、受話できることにとどまらず、各カーナビ陣営の運営するサーバーに収録された、渋滞情報の取得やサーバーへの走行履歴の、送信、 カーナビに収録された店舗情報に収録されている電話番号に直接電話をかけることができるなどといったより高度な利用法に進化している。また、機種によっては、Bluetooth 接続で携帯音楽プレイヤーに収録した音楽を操作、演奏することができ、両者が AVRCP のバージョン1.3以上に対応していれば、 カーナビ側に楽曲のタイトルなどを表示することもできる。また、プバップに対応している場合は、スマートフォン、携帯電話などから電話帳情報をカーナビに読み込ませるともできる。Bluetooth を利用できる音楽プレイヤーとして、ウォークマン、iPod などのデジタルオーディオプレイヤー、Android、iPhone などのスマートフォンのような製品が見受けられるようになっている。 Bluetooth でワイヤレス再生する場合、ANDP の標準コーデックとして、サブバンドコーデック、SBC が使われることが多い。SBC は、伝送環境の悪化に強く変換時の負荷も少ない。反面、音質の劣化や再生時の遅延が起きやすい。BR そのため、標準以外の独自コーデックも採用する機種が増えている。CSR、後に、 クアルコムに買収開発のアプッチとそのハイレゾ対応版のアプッチ HD および低遅延のアプッチル、ローレイテンシー、アップルの iPhone や iPad で多く採用されている AAC、ソニー開発のハイレゾ対応などの高音質、低遅延なコーデックを採用するようになっている。これらを利用して再生する際には音楽プレイヤーだけでなく、 ヘッドホンやヘッドセット、レシーバーなどもこれらのコーデックに対応したものが必要となる。一般的にヘッドホンやイヤホンは再生機器にプラグを差し込んで使う優先型であるが、Bluetooth にて音楽信号を伝送する無線系が普及してきている。再生機器から伝送された音楽信号は、Bluetooth 対応のヘッドホンイヤホン側で処理が行われ、音楽として再生される。 再生機器側と線がつながっていないため、取り回しがしやすく動きやすいという利便性がある。またヘッドホンイヤホン側から、再生機器側に対して、ワイヤレスで再生、停止、音量調整などを行う機能もある。欠点としては、バッテリーを搭載しているため定期的に充電が必要なことである、電池切れになると無線で再生できなくなる。BR、b ル u e t o o イヤホンは、 左右が線で繋がっているものと、独立したもの、左右完全独立型があり、他にも首掛け型や耳掛け型などがある。産業界では Bluetooth を用いて、パソコン、PDA、携帯電話等へデータ転送するフィドタグリーダーや、バーコードリーダーが広く用いられている。フィドリーダーのうち、日立のミュージップなどのように2.45、ガヘルツ帯を用いるフィドは、 ブルートゥースの搬送波と干渉するため実装に対して特別な工夫が必要となる。これらのリーダーは SPP を用いて接続するものが一般的である。Windows XP, SP2 以降以降、Windows Server 2016以降では Bluetooth ワイヤレステクノロジーを標準サポートしている。Windows 2000以前の OS や Windows Server 2012以前の OS は 標準で Bluetooth をサポートしないが、Microsoft 以外の Bluetooth ドライバーを利用できる可能性がある。Windows が全くサポートしないプロファイルについても、Microsoft ドライバーを使用せずサードパーティー製の Bluetooth ドライバーをインストールすることで、プロファイルを使用できる可能性がある。なお、Windows は原則として Bluetooth 1.0に対応しない。マイクロソフトはこれについて、 Bluetooth バージョン1.0の仕様には、Windows が、Bluetooth ワイヤレステクノロジーを十分にサポートするために、必要ないくつかの重要なアップデートが欠けていたためと説明している。また、ハイスピードは、非推奨としていて、代わりに Wi-Fi ダイレクトを使うことを推奨している。Linux の本体であるカーネルには、各種の Bluetooth コントローラーのドライバーが、組み込まれている。 実際に利用するためのツールは主だったデスクトップ向けディストリビューションでブルースパッケージなどの関連パッケージが用意されている。初期段階で組み込まれている場合もあり、また統合的なパッケージ管理ツールから手軽にこれらを導入できることも多い。一般的に各種の GUI 環境においてブルートゥースについての GUI ツールが組み合わせられ、インジケーターなども提供される。 ブルースなどは Android にも採用されており、Android で利用できるプロファイルは Linux でも利用可能で A2DP、HFP、HSP、FTP、HID、FCAM などを活用できる。ただし、プロファイルは多用していても、実際にそれを活用するソフトが不足するような場合はある。ディストリビューションの構成、バージョンによって設定に手間がかかる場合もある。 ただし、例えば2011年10月現在の Ubuntu 11.10では、Bluetooth 対応は標準機能に近い位置づけで、Bluetooth 機能の自動認識、デバイスドライバー自動組み込みが行われる。また、Bluetooth 機器の登録もウィザード機能で手軽に行えるようになっている。実際の使い勝手も改良が進み、A2DP、HFP、HSP、 内蔵音源、USB 音源などの混在した音源デバイスを個別のアプリケーションごと自由に切り替えることもできるほか、ANDP ホスト機能によってスマートフォンで再生する音楽を PC につないだスピーカーで鳴らすこともできるようになっている。MacOS 10 V10.28 以降から OS 標準で Bluetooth ワイヤレステクノロジーをサポートしている。対応するプロファイルは Zoom HID, SPP アップ FTP Sync, さらに、Bluetooth ソフトウェア1.5にて、HCRP, HSP に対応する。OS 10マ o u n t a i n l では、さらに、A2DP と AVRCP もサポートしている。OS 10 m a ベ v e ク i x から、Bluetooth Low Energy に対応。Continuer Health Alliance が、標準的な接続方法として、 Bluetooth を採用しているため多くの健康管理機器が Bluetooth での接続を実現している。Bluetooth のマークは Bluetooth シグが商標登録、登録番号は第447万7936号ほか押しており、これらを製品に表示しようとするときは Bluetooth シグと契約しなければならない。日本国内で Bluetooth 機器を利用するには 電波法に基づく、いわゆる省電力無線局の一種、最大空宇宙線電力10メートル W の省電力データ通信システムの無線局として、技術基準適合証明を、さらに電気通信事業者の回線に接続するものは、電気通信事業法に基づく技術基準適合認定も受けたものでなければならない。これらの認証を受けた製品は、技的マークが表示される。 技術基準適合証明を受けていない機器を使用することは、不法無線局を開設したとして、電波法第4条違反となり、第110条に規定する罰則の対象にもなる。また、電波法令の技術基準には、1の筐体に収められており、容易に開けることができないこととされ、特殊ネジなどが用いられているので、利用者は改造はもちろん保守、修理のためであって分解してはならない。 電気通信事業者への回線接続については、技術基準適合認定がないと、電気通信事業法第52条により拒否されることがある。2016年5月には、電波法が改正され、法日外国人が持ち込んだ Bluetooth 端末については、入国日から90日以内は、適合表示無線設備とみなし免許不要局の一種として、使用を認められる。条件は、 ロゴマークが明示してあることである。一方、輸入品については、基準不適合設備に位置付けられ、製造業者、販売業者、または輸入業者は、他の無選挙区の運用を妨害したり、その恐れが認められる場合に必要な措置を講ずるよう、勧告され。このため、技的マークがない国外販売品や、並行輸入品は、電波法違反の対象であるとして、 修理や不良対応などのサービスを受けられないことがある。2.4GHz 帯は、本来、無線通信以外の業務に用いられる ISM バンドであり、電子レンジがこの周波数を使用するため動作中は、強力な懇親を受けるが、総務省国示周波数割当て計画客中に、容認しなければならないとされている。また、フィドを利用した電子タグシステムの免許局、 登録局やアマチュア無線にも割り当てられており、これらからの渾身も容認しなければならず、逆に妨害を与えてはならないので使用中止を、要されたらこれに従わねばならない。さらに、Bluetooth 機器と同等の省電力無線局として、電子タグシステムの特定省電力無線局などがあり、これらは先に使用しているものが優先するが、実際には、渾身を完全に回避できるものではな。 渾身等の優先度は、ISM 機器一事業務の局二事業務の局、免許不要局であり、2.4GHz 帯においては、次の通りである。電子レンジ一般用、フィド、電子タグシステムアマチュア無線ブルートゥース、省電力、フィド、無線欄、2.4GHz 帯デジタルコードレス電話、模型飛行機のラジコンなど、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。